注意事項です。この動画は以下の内容が含まれています。苦手な方はブラウザバック推奨です。また、対戦相手の批判、誹謗中傷は厳禁です。みんなで楽しく視聴しましょう。以上のことを守れる方は、ゆっくりしていってください。親父。しまった！誰が親父やねん。一体、どうしたと言うんだ。親父。俺、じ、いた、自死体です。考え直せブロリー。今回、炎統一だぜ。それに、初めて統一派でレイトに潜るんだから成功確率は。クズが。お前が、じ、いた、を使う意志を見せなければ、俺はお前を破壊し尽くすだけだ。やめろブロリー、落ち着け。できぬ！というわけでティアパン使うぞ。怪我、大丈夫？再生能力あるから平気平気。モロトフさん、人間なのかな？そんなことより、気合パンチって昔千里さんのポケモンが使ってた技だよね？おじいちゃんから聞いたよ。じゃあ、ティアパンについて説明できるか？うん、気合パンチは威力150、命中100の超火力の格闘技だよ。でも、優先度はマイナス3で、攻撃技でダメージを受けると失敗するデメリットがあるから、使いにくいね。身代わり張ったり、読み合いで使うことが求められる、扱いが難しいけどロマン満載の技。って、おじいちゃんから教わったよ。そうですね。奉仕で眠らせる木のガッサが有名な使い手で、その威力は計り知れません。これを炎統一でやるとすると、弱点が一貫してるし、使い手のほとんどが耐久面に不安があるよね。だから、決めるにはちょっと一苦労しそう。しかもこれでレイトに潜るときたら、もう。それをどうにかするのが俺たちトレーナーの仕事さ。いろいろフォローしてロマン技を叩き込んで楽しもうじゃないか。とはいえ、さすがにパーティー全員ティアパン使うのは厳しいものがあるから、使い手は2匹に絞ったぞ。ブロリーが使うのは確定として、他は誰がいるんだろう。それはパーティー紹介の時のお楽しみだぜ。では、そろそろレイトに潜るとしましょう。果たして、私たちは無事ブロリーに気合パンチを決めさせ、彼を満足させることができるのでしょうか？なんでナレーター不調？ BGM の尺合わせです。番外編挟んでかなり遅れたけど、こっちも気合い入れて頑張るよ。くそ、俺たちは時の牢獄と天の獄を破壊するのに時間がかかったというのに、大戦杯に参加するなんて羨ましいぞこの野郎。天の獄って何？アンジェロイアルカの硬さには戦慄したもんだぜ。まるで罪エースがいなくて、弱点つけない状態でメガボスゴドラを相手にしてるような恐怖感。そこまでにしましょうか。アスナさんと視聴者さんが置いてけぼりですよ。おっと、それじゃ、今回のパーティーを紹介せんとね。ジ、オーバーライザー。俺は、ジ、いたわ。ジ、と、ま、あたわ。ジ、で、ポケモンを、ジ、祭りにあげてやる。物騒なこと言わないでよ。怖いな。残りは対水、対空用の雷パンチ、安全にキアパン決めるための身代わりだ。特性は鉄の拳で、鉢巻きでちょいと火力上げてるぞ。タスキも足せてアンコールの方が良くない？アンコールは読まれやすいんですよ。ですから、その裏をついたわけです。ファイアローへ交代されても対応できる強みもあります。今回はそのファイアローに一貫しとるから、おいで対策しとるよ。ストーンエッジで返り討ちにしてやるたい。あくびでティアパンを決める機会も増やせるばい。期待してるよ。タルトは炎統一の盾なんだから、剣作りと物理受けは任せた。なんでテンション高くなってるんだよ。だって彼女の切り札だもの。採用されたらそりゃ喜ぶに決まってる。カーネルがいないこのパーティーでは、ウォッシュロトムがきつい、故に、わらわは耐久面を強化し、直気を着ているぞ。特殊受けはお任せじゃ、メザパは地面にして炎にも強気に攻められるから問題はなかろう。大体カーネルやバーニーで処理してきたからね、受けるだけじゃなくて、もう一匹のメガ枠であるガルムの3パワーを活かせられるのも強みかな。ああ、俺はそんなメリスメに頼らなくても戦えるよう伝えてきたんだ。火力上げるために晴らす必要なんかねえ。耐久に厚くしてるあたり、悪巧みを積むつもりだな。そんなところだ。変態騎士と戦ってピンときたんでな。試してみるってわけだ。モロトフさんのことかな？違うわ、俺は変態だが騎士じゃねえ。
変態を認めるなよ。それは置いといて、俺がもう一人のティアパン使いだ。このメンバーじゃ予想はつきやすいけどな。ブロリー同様、身代わり張ってからティアパンを狙う。補助技回避の役割もあるから悪くはないはずだ。ただ、技スペースの問題で炎技は切っているが、ドラゴンクローと雷パンチで十分。そして私はパート2同様、風船マジシャン型です。さすがにガブリアス対策しないとまずいですから。今回こそ先輩の心を盗んでみせます。なんてやつだ。何言ってんだこいつ、持ち物を奪いやがれ。恋もバトルも頑張ってね。パーティー紹介はこんなところかな。いろいろ不安だらけだけど、早速やっていこう。あーこい。1試合目、やるぜ。相手のパーティーはズルズキン、クチート、バンギラス、ラッキー、ランクルス、ハッサムだ。やってやる！やってやるぞ！三下臭い声出すんじゃない。とりあえず選出されたい気持ちはスゴブル高いってのは分かった。期待に応えてブロリーは確定かな。実際格闘の通りがいいもんね。それは相手も分かってるから、ランクルスは絶対出てきそうだよ。なら、ガルムの出番だな。不意打ちを半減できる安心感があるぜ。パート2のようにクチートを出す可能性だって捨てきれない。いえ、ここは先輩の方がいいですって。ラッキーの処理どうするんですか。それにランクルスにはトリックルームがあるんですよ。クーの言う通りだな。先発は確実にバンギラスで、ステロマクに違いない。その隙に俺が身代わり張れば大きなアドバンテージが取れるぞ。いえ、一度身代わり張るとラッキーは地球投げ連打してきますよ。何よりブロリーのアンコールを警戒してるはずです。運が絡みますが、ここはタルトがジワレを決めて無理やり突破しちゃいましょう。よし来た。ラッキーはおいに任せるばい。アスナシャンの期待に応えんといかん。それで、先発はどげんする？この俺が行くです。先発バンギラスでステロ巻くのは目に見えてるからそれでいいか。というわけでこっちの先発はブロリー。後続にガルムとタルトで行くぞ。対戦、よろしくお願いいたします。ところで、S モロトフの S って何？サイヤ人。いやいや、サドジェロー。どっちも違うわ。さて、相手の先発は予想通りバンギラスか。行ってこい、ブロリー。まずお前から、ジッパー。いきなりやりたい気持ちはわかりますが、電磁波巻かれるかもしれないので身代わり張ってください。はい。実中ハックステロだろうがな、こういう時に高速スピンが欲しくなるぜ。ないものねだりしたらいかんよ。今度おいが覚えてくるばい。炎統一にステロ除去要因は欲しくなるよね、やっぱり。というより、炎タイプではタルトさんしか覚えませんよ。彼は貴重な存在と言えます。ミラトリーです。なんだあのガム、人形そっくりに化けやがった。似たような声の回答からもらってきたんだろうな。コロコロつながりとはいえ、わかるやついるのか？さて、ここは迷いなくティアパンをぶち込む時だ。よくなんか気にせず思いっきりやれ。うわぁ！ダーッ！クリーンヒット、気持ちいい。終わったな。これでバンギラスは突破ですね。先制したということは、吠えるつもりだったのでしょう。呆れるほど有効な戦術だぜ。さて、次のポケモンはランクルスですね。こちらも電磁波あるかもしれないので、身代わり残っている間はティアパン連打しちゃいましょう。半減といえど雷パンチより威力あるぜ。少しでもダメージ与えてガルムに繋げるんだ。ここまで連打できると気持ちいいね。ダメージはさすがに半分いかないか。で、トリックルーム、一番ヤバいの来たじゃないか。だから先輩を選出すべきだと言ったじゃないですか。過ぎたことを言っても仕方ない。あの3人が勝利をもぎ取ると信じるんだ。先輩がそういうのなら、3人とも、頑張ってください。代わりに入んな。おい、本当に何なんだ。この女は、んなことより、俺をさっさと出しやがれ。いやいや、気合玉持ってる確率高いのにできるわけないだろ。それにお前、耐久重視に鍛えてきたんだから一撃じゃ倒せんぞ。イライラせんでちゃ、動きがあるまで倍速シュルバイ。トリル切れる寸前から勝負ですね。その間に身代わりを破壊してくるかどうか。砂嵐は止んだものの、依然辛い状況には変わりないぜ。そろそろ動くかな？うむ、攻撃してきたぞ。身代わりが破壊されてしまったのう。痛い痛い。
ここでキアパン決めるとして、これからどうするかだな。ガルムに交代して仕留めてもらうか。ブロリー先輩を残しても、身代わりがバレているのでキアパンを決められる可能性が低いです。マッパパンチでもラッキーを仕留めきれません。ということは、ブロリーはここで退場かな。すまん、ブロリー。あとは二人に任せるんだ。断末魔投げよ猿野郎。名前で呼んであげなよ。トリルはこのターンで切れたから一安心。次はガルム、お願い。ようやく俺の出番か。パワーアップした俺を見せつけてやるぜ。なんで緊張感なんだ。もらい火は炎統一だと死に特性だろうが、ないよりマシだ。腹さネバネバゴモの意味じゃがな。うるせえぞネギスネ。おい、キノコ女、俺をメガ進化させろ。誰がキノコ女だ、名前を覚えろ。まあいい、メガ進化行くぜ。カルマの勘だぜ。相変わらず極悪な姿だな。てめえには言われたくねえよ。昔のお返しだ。目に持ってるんだな。それより、ランクルスは無事に突破、ラストがラッキーだと聞くが。誰が来ようが関係ねえ。やらつくすのんだ。すごく関係ある相手出てきたんだけど。なめんじゃねえ。俺には火力を高める術がある。特防要塞なんだ。俺の敵じゃねえんだよ。完全にラッキーを軽視していますね。毒毒があるかもしれないので、交代できないのが辛いところです。じわじわ削るでプリズム様を見届けるってか、可愛らしい顔して絶命をとするやつね。まさに天使のような悪魔の笑顔。懐かしい歌を持ち込みますね。それはともかく、できるだけ積んで攻撃してください。確実に耐え切られるでしょうけど。んなもんやらてるなきゃわかんねえだろうが、心地は4段階上がらせんだ。目玉焼きにしてやるぜ。ああ、これ完全にフラグだい。毒ダメージと地球投げを考慮すると一発しか打てなさそうじゃの。ま、やってみるがよい。見せてやるぜ。これが俺の最高の一撃。インフェルノ、ブラスター。俺たちが地獄だ。気合はすごいけど、急所に当たってもピンピンしてるじゃん。バカな。何のポケモンならやっつくせたが、相手が悪すぎたな。進化の季節個性はだけじゃない。汎用性を高めたツケが回ったな。ガルムちゃん、素元気が落とすことはなか。あとは俺が地割れ当てて勝利ばつかんでみせるたい。こればかりは仕方ねえか。今回はおとなしく口さらにとするぜ。だがな、負けたら承知しねえぞ。わかってるな、亀野郎。名前、覚えられないんですね。変な呼び方されたら嫌だな。ともかく、ガルムは毒で退場。お疲れ様、砂風呂に入って疲れを癒してね。なぬ、温泉ではないのか。砂風呂も最高さ。それじゃ、おい、チクル、責任重大たい。ステロダメージの影響で飛行回数が減ってるのが痛いですね。それでも一発当てれば勝ちというシンプルな状況です。言うのは簡単だけど、30% との戦いだよ。とりあえず飛行回数増やすためにあくびだ。ラス1催眠は避難浴びやすいが、この際は仕方ないか。限界まで寝てくれればありがたい。そういうことを言うと最短で起きるぞ。気持ちの問題たい。ひとまず眠けば誘った場合、ここからは確率との勝負、気張っていきたい。頼むぞ本当に、ここで負けたらガルムに合わせる顔がないぞ。毒ダメージ、お盆による回復、睡眠ターンを考慮すると最低でも3回、最大で4回チャンスがあります。当たる確率は高いと言ってもいいでしょう。いくら物理耐久に自信あるからって、固定ダメージには勝てんばい。バッテン、お盆食べて少しでも粘るたい。行くよ、まず一発目。さすがに一回で当てられませんか。ですが焦らず続けていきましょう。ラッキーは眠気に負けて眠ったぞ。このままゆっくり寝てもらいたいものじゃ。寝ていても余裕が感じられるのは気のせいか。気のせいじゃないな、あいつの貫禄だろう。さあ、二発目行くぞ。今度はしっかり当ててくれ。ごめん、また当てられんかった。まだだ、まだ終わってないよ。頑張って、タルト、君なら絶対に当てられる。わらわたちを嘲笑うかのように落ちてしもうたの。むう、これが最後のチャンスじゃな。なんの、絶対に当ててみせるばい。あ、もうダメだ、おしまいだ。アスナシャン、ガルムシャン、ごめん、おい、期待に応えられんかった。これは仕方ないよ、運が悪かっただけ。次頑張ろ、ね。対戦、ありがとうございました。
クソ、クソ、クソだぁ。2匹とも、落ち着いてよ。あれ以来、むちゃくちゃ負けまくってるからな。お前らの気持ちはわかるし、俺だって悔しいが、我慢してくれ。うるせえ、キアパン決めようが、勝たなきゃなんの意味もねえだろ。そこまでですよ。敗北から知ることもあります。何事も経験です。悪態をつかないでください。く、悪かったよ。珍しく素直だな。少し丸くなったかな？雑談はここまでにして、試合に戻るぞ。そろそろ勝たないとまずいな。相手のパーティーはキングドラ、ナットレイ、ジャローダ、ルカリオ、ヒートロトム、バンギラスだ。また俺を出番ぞ！今回も格闘の通り第一、相手が先発バンギラスでステロ巻きそうだから先発行ってもらおう。それで、一番問題なのがキングドラかな。セルフアマゴイされたら全抜きされる恐れがあるよ。ならば天候を変えられるアラワが行くとしようかの。ロトムも多少相手にできるぞ。とりあえず相手の選出はバンギラス、ロトム、キングドラで決定だな。ラストはバーニーに行ってもらうか。身代わりをあらかじめ貼っておけば、キングドラを処理可能だ。とことんロトムとキングドラを目立った選出だな。しかし、何か忘れてるような気がする。別に問題ねえだろ。障害となる奴らは徹底的に目立ってんだからよ。つうわけで、こっちの先発は猿野郎、後ろにトカゲ野郎とメギツネで行くぜ。今度こそ勝てよ。先輩をトカゲ呼ばわりとは何事ですか？せめてドラゴンと呼んでください。俺、進化前はトカゲだぞ。どうでもいいけん、早く試合ば始めるたい。対戦、よろしくお願いします。ちなみに S モロトフの S はサファイアの S、サグロムの S のダブルネーミングだ。普通すぎてコメントしにくい。俺は手加減できる！まさかのジャローが先発。この逆連の目をもってしても読めなかった。ああ、そうか。俺たち、ジャローが抜けないんだったな。つまり、どういうこと？このようにマヒを巻かれる。超、やばい。そう来なくちゃ面白くない。二度目お見合いです。もう遅い気がしますが、それに、この音を S 相手に出したということは、メガパジメンがある可能性がありますよ。先制した、まずいぜ、交代技を使ってくるぞ。本作りってか、まだ生きていた。このまままひまかれたらいかんばい。だってたまるか！いいぞ、身代わり残せたのは大きい。そのままマッハパンチで吹っ飛ばしてしまえ。マッハパンチなんだ。マヒったぐらいで猿野郎は止められねえみてえだな。これでジェローガは突破だぜ。2匹目もちぎれなければキアパンできますね。そんな相手の次のポケモンはロトムだね。キアパン受けに来たのかな。ラストのために身代わりを壊しに来たのでしょう。ちぎれれば突破されるかもしれません。とにかくキアパンだ。キアパン連打や。ロトムは10万ボルトで身代わり壊しに来たな。これが最後のキアパンとなるのか、不発となるか。マジってなんだい。またしびれんかったばい。これでロトムが粉砕。よく咲いたい。さすがブロリーと褒めて褒めて。さすがブロリー、しびれることを知らない。イエーイ。ラストはキングドラ。ふむ、バンギラスを選出せんかは珍しい。ブロリーに恐れをなしたのかの。かもしれませんね。さてブロリー、あなたは本当によくやってくれました。最後にマッハパンチで少しでもダメージを与えてください。マヒの意味も出ねえな。この強運を1試合目の時に分けてほしいものじゃ。ま、時は戻らんがの。やられた。急所に当たってオーバーキルか。お疲れ様だブロリー。あとは俺が。おっと、ここはわらわに任せてもらおうか。お主ばかりいい格好はさせぬぞ。なんだと。たまにはいいじゃないですか。毎度のように出番あったんですから。でも、これはミスじゃないの？セルフ雨乞いしてくるかもしれないのに。いえ、先ほどの急所により、その可能性は低いです。雨乞いを考えてサイコショックをしたが、わらわが先制したということは、確定急所型っぽいな。そして流星群が落ちてくる。ドラゴンタイプ最大の奥義といえど、よく気をつけていれば怖いものなしじゃ。ふふふ、わらわの特殊耐久を侮るでないぞ。先制できるならソーラービームで攻撃だ。行くぞ、日輪の力を拝借して、今必殺の、ソーラービーム。もはやお約束ネタですな。
さすがにこれで落ちるだろ。控えめだというのにギリギリ残ってしもうた。我ながら火力の低さに嘆いてしまうわ。今回のタマモは特殊受けだから仕方ないよ。キングドラは本当に確定急所型だったみたい。さ、この一撃で試合終了だ。今回は間違いなくチアファンで勝利がつかんだばい。これにて一件落着隊。大戦、ありがとうございました。散々な結果になったな。10回以上負けたからね。実力不足だったのかなぁ。ただでさえタイプ統一パだというのに、主力であるバーニーまでキアファン使うとなると、レートで勝ち進むのは困難だったんですよ。でも、キアファン決めた時は爽快だったろ。確かにね、あの威力は癖になっちゃう。試行錯誤すれば、今回よりずっとうまく使えるかも。この反省を生かし、レートでの戦いの糧にしましょう。ところで、モロトフさんはどこへ？ああ、あいつはな。逃げたんですよ、負け続けた責任から。どこへ行くんだ？お前と一緒に、夕食を買いに行く準備だ。一人用のポットでか？この始末。さてさて、この先、どうなりますことやら。モロトフは死んだから今回から私たちがコメント返していくわ。あれでも生きてますって、ギャグ補正ですよ。冗談よ、番外編のコメントも返すからちょっと長くなるわ。彼女はタグエルに興味を持つ者は友好的に接するので大丈夫ですよ。そもそも、実況役が大半妖怪ですし。一つ言えることは、夏希進化させたのはモロトフじゃないってことね。よく見たらそうですね。挨拶文は見せられませんでしたが、論者を思わす内容でした。こっちは役割論理パーティーを組むつもりはないの？ウプ主さんはそれよりも罪構築が好きなので組むことはないと思います。コメントも変なのが湧きやすいとおっしゃってました。要するに好みの問題ですね。不意打ちでネタ仕込んでんじゃないわよ。あれは歌教員とドルベの声優ネタです。アニメ化されるまでは声優がコロコロ変わりやすいですよね。仕方ありませんか。歌教員で思い出したけど、モロトフはたびたびクソコラ作ってツイッターに上げてるそうよ。最近はダンバインの異常な伸びに狂気乱舞したとか。ああ、ネタ振りなんかするから。これはルーポーにはきついお仕置きが必要みたいね。一体どんなことをするんでしょうか。ロムリセットを3回やって粘りなさい。マジレスしないでくださいよ。しかも、すでに捕まえちゃって4回リセットしなければならない人だっているかもしれませんし。それくらい、ヒードランの用途が多いってことね。ちなみに、あの後アスナは臆病メザ氷の理想個体を捕まえたそうよ。動画で使うかどうかはまだ未定だけど。確かに戦闘向けの曲調ではありませんよね。でも、シトロン戦では使われていました。あれはジム戦をうまい具合に盛り上げてくれたわ。入れてみなくちゃわからないってことね。そんなシトロン戦は XY ジム戦の中でも最高峰でした。それだけに、ヌメルゴンの離脱には涙を禁じ得ません。唯一の600族だっただけに残念ね。カロスリーグで呼ばれることを願いましょ。ありがとうございます。ウプ主さん曰く、ブロリーマットを作ってる人の苦労がよくわかる、とのことです。ネタ仕込みに全力を尽くすスタイルは嫌いじゃないわよ。モロトフは一生好きになれないけど。容赦ないですね。投稿が遅れたのはスパロボのせいなのよね。今度打ってやろうかしら。人の娯楽を奪わないでください。もちろん冗談よ。でも、6月末にはファイアーエムブレム F、8月にはスパロボ DX が控えているのよね。夏場の投稿がおろそかになる未来しか見えないわ。とにかく、投稿に関しましては気長に待ってくれると幸いです。無言の腹パン。無言の短パン。しかしそこでは黒崎が大活躍をしていた。どこまで黒崎さんはネタにされるんでしょうね。ありがとうございます。わかりやすく、見やすいよう編集を心がけていますので、そう言われると嬉しいです。XY 初期の頃はバカ丁寧に解説していたから、それに比べるとテンポが良くなったわ。こういうところは真面目にやるのよね。ウプ主さんは意外と真面目な人ですから。違うわ、関東地方出身よ。どこに住んでいるかはツイッターのプロフィールを見ればわかるわ。納豆に砂糖を入れるのは東北地方や北海道で多いみたいですよ。それでこのようなコメントが来たのかもしれません。
そもそもモロトフはタレ派よ。私は甘党だからいつも砂糖入れてるの。ちなみに、スピネルは東北出身ではありませんよ。対戦相手であるマヤさんのコメントかしら？考えてること一緒で笑ってしまったわ。まったり対戦敗というより、ゴーゴーと敗のような決勝戦でしたね。この場を借りて、対戦敗に参加した皆さん、お疲れ様でした。また大会を開く機会があれば、その時はよろしくね。コメント開始はここまで。他にもうぼつ、おつなどのコメント、ありがとうございます。モチベ上昇につながりますので、どんどんコメントしてくださいね。いつものように、次回予告を流して締めさせてもらうわ。ここまでのご視聴、ありがとうございました。ミツルくん、交換しませんか？二人の気持ちが一つなら、私の 6V 夢ケロマスあげますから、あなたのラルトス、ください。はい、いいですよ。お姉さん、その交換ちょっと待ったー。スカーフやスラで視聴者を満足させることができるのか、それはナンセンスだ。だから、見つけなきゃならないんだろ、新たな可能性を。